この曲難しかった、太郎さん。難しかったというか、難しくはないんだろうけど、ゼウスだった。この曲もね、二度目のゼウスが炸裂します。はい。どうですか、皆さん。これ、ダブナ赤市天杯。ダブナ赤市天杯で、自分トップ目。276。まあ、人は迷うんですけど、リーチかどうかで迷うんですよね、これね。リーチかどうかで、まあ、リーチダブナ赤にするか、ダブナ赤市にするか。ダマかなリッチかなどっちかなまあ、ダマでも打点十分かなみたいな感じだと思うんですが、ここで、シュー連敗外し。マジかと。よう外せるなと。リャンピンですよ。完リャンピンですよ、これ。これ、天敗外しはね、まあ、理由はね、わかりますよ。ソーズ待ちでね、いい待ちに変化させてリーチしたいという。ことなんですが、もう関連品でダブル返しテンパってるのに、ここで外すね、懐の深さ。そして、これになって、僕は闇点かな、僕闇点かな。そして、ローソを引いて、まあ、想像の変化メインなんで、今度はテンパイ取って、そして、こう、そしたらリーチ受けるんですよ。親リーチ。そして、まあ、チーピン取ってるんで切ります。パワー取ってないけど切ります。すると二件リーチになりまして、缶が入りまして、はい。どうしますか皆さん。ヒントはね、3層自分で切っちゃってますね。そして、ローソーがシンドラに乗りました。二件リーチ。さあ、何を切る？難しい。いや、難しいのかな？わからん。難しいかすらもわからん。つぼ切りもあるね。何もあるね。ローソー切ってリーチもあるね。ここで太郎さんは、ここまでね、もう、我が物顔でめちゃくちゃやってきたけど、突然これ、この謙虚な難切り。難は安全、まあ難はチートイツ難短期以外には大体当たんないですね。つまりまあほとんど安全。はい。そう、これで難を切りまして、シュッ。壺イーペーコドラさんの漫画になりました。そしてこれ手配がね、こうで、ローソー当たり。そして、カンリャンピンはなんと3枚切れだって、カンリャンピンにしてる人はね、上がれてないどころかもう、どうなってたかわかんないですね。そう。でもこれはね、いいカンリャンピン払った人にしかたどり着けない未来だからね。いやー、これね、これはゼウスの上がりでしたね。カンリャンピンだと、まあ誰かが上がってただろうね。